禁酒運動とは、共同体内部あるいは、社会全体で、酒の消費量を減らそう、あるいはなくそうという運動である。種類の生産と消費そのものを全面的に禁じようと、する場合もある。禁酒運動の動機は、運動により、様々であり、政治的理由や、宗教的理由などが考えられる。政治的理由としては、アルコールによる健康への害を、減らそうというもの。 人身や家庭や社会の荒廃を防ごうとするもの、家庭や社会の無駄な出費を減らそうというものがあり、一方ではキリスト教やイスラム教など宗教上の信念に基づくものがある。19世紀末から20世紀前半にかけては、欧米諸国で社会改善運動や道徳立て直し運動が起こると同時に禁酒運動も盛り上がりを見せた。 ヨーロッパでは1829年にアイルランドで禁酒運動団体が発足し、1830年代にはスカンジナビア諸国、スコットランド、イングランドでも団体が発足した。英国では1835年に全国絶対禁酒協会が発足、プロテスタント協会が集会を開き、アルコールの代替として紅茶を進め、紅茶が広まった。 19世紀後半には、スイスやドイツ、フランス、ロシアなどでも、キリスト教の教職者らによる、禁酒団体が成立している。アメリカの13植民地の一つ、ペンシルベニア植民地では、1733年4月24日に、小児族の小児インディアンという団体による、禁酒運動が起きた。これはアメリカで、初めて禁酒運動を起こした団体であり、 彼らは総督であるパトリック・ゴードンに町にラム酒の樽を持ち込ませることを禁止する様要請した。結果、ペンシルベニア植民地評議会でこの要請は受け入れられ、4年間の飲酒は禁止となった。また、30ガロン以上のラム酒を町に持ち込んだ場合、相手が白人だろうとインディアンだろうと関係なく、ラム酒の樽に穴を開けそれを押収するという結論に至った。 アメリカ合衆国では1869年に政党として禁止党が結成され、大統領選挙では当選の見込みがないにもかかわらず、たびたび20万票台を集めている。1873年には、キリスト教夫人教婦会が発足し、翌年には、全国的に活動を始め、キャリーネーションな熱心な活動家が現れた。シラフが、正常と書かれた。 ソ連の切手。背景には様々な文化施設が描かれているシラフが正常と書かれたソ連の切手。背景には様々な体育施設が描かれているウォッカ大国であるロシアでも禁酒運動は展開されていた。ソビエト連邦時代末期の1980年代にユーリアンドロポフが労働生産性向上のためにミハイル・ゴルバチョフは ペレストロイカの一環として、禁酒運動を指導した。特にゴルバチョフは、シラフが、正常を合言葉に禁酒運動を展開したが、結局は、ウォッカの密造酒作りに、ソ連国民を借り立て、酒税収入が激減。ソビエト連邦の崩壊のきっかけの一つになってしまった。ただし、ロシアにおける禁酒運動は、完全な禁酒ではなく、過度の飲酒を今しめ、 適度な飲酒を呼びかけるものであった。日本では、明治6年に、イギリス講師のハリー・パークスが講演して、外国船員禁酒会が横浜に組織された。これに刺激されで、明治8年に、奥の摩擦ならによって、日本初の横浜禁酒会が組織された。その後、前述のアメリカのキリスト教婦人団体の、日本支部として1886年に、 東京婦人教風会が結成され、1893年に、全国組織の日本キリスト教婦人教風会となり、広範囲な禁酒運動が始まった。ハワイ国の初代総領事だった、外交官の安藤太郎が帰国し、横浜禁酒会と合流して、明治23年に東京禁酒会が発足した。第二次大戦後、 日本禁酒同盟と解明し、恐怖街道様、現在も運動を続けている。19世紀末には、公衆衛生の立場からアルコール中毒による、健康への害を防ぐために、種類の生産、消費の禁止を訴える運動も起きた。1900年代からは、優生学の一環としての禁酒運動も出現し、これはナチスによる、優生学、民族衛生。 禁煙禁止運動へとつながっている。20世紀前半には各国で禁止令が打ち出されているが、特に1920年代のアメリカ合衆国における禁止法は名高い。ありがとうございます。